みんな集まれ宮大の日。宮崎大学では地域の方々に宮崎大学をより身近に感じてもらうことを目的に年に1回宮大の日を開催しています。5回目の今年は9月13日日曜日、宮崎市清武文化会館をメイン会場に様々なイベントを開催予定。子どもと参加できるラジオ作りや獣医師体験、造形工作カフェのほか、学生によるダンスやアカペラ、管弦楽団の演奏など宮大生がステージを盛り上げます。また熱気球の飛行体験やドクターヘリ、ドクターカーの見学会も開催予定。清武文化会館に隣接する四季の夢会場では、宮崎大学ビーフや宮崎大学ミルク、宮大グッズなども販売します。時間は午前10時から午後2時まで。入場やイベントは参加無料です。スタンプラリーで宮大グッズもゲットしちゃおう。詳しいお問い合わせは宮大の日実行委員会事務局、電話番号0985-58-7114、またはインターネットで宮大の日2015からご覧ください。イベントには宮崎大学のオリジナルキャラクター宮大門くんも登場するよ。家族みんなで遊びに来てね。